ヘンドリック・フレンシュ・フルールとは、南アフリカ連邦、南アフリカ共和国の政治家、国民党所属のアフリカーナー。1958年から1966年まで、南アフリカの首相を務めた。アパルトヘイトは、彼の時代に法制化され強化されたため、アパルトヘイトの建設者とも呼ばれる。フルールとは1901年、オランダのアムステルダムで宣教師の家に生まれた。 1903年にフルールと一家は南アフリカへと移住し、その後1913年には南ローデシアのブラワイオへ移住したが数年後にオレンジ自由州へと戻った。ステレンボッシュ大学に進学したフルールとは心理学と哲学を学び、オックスフォード大学に、ついでドイツに留学した。1928年に帰国したフルールとは、 ステレンボッシュ大学の社会学教授となり、1937年にはトランスバールで国民党に入党。1948年に国民党が政権を握ると、ダニエル・フランソワ・マラン政権の下で現住民、担当大臣となり、1953年にはバントゥー教育法を施行して、南アフリカ中の学校で、人種別教育を行い黒人や有色人種の、 教育を阻害するなど、アパルトヘイト政策を進めた。1954年にマランが引退し、その後を継いだヨハネス・ストレーダムが死去すると、1958年にフルールとは南アフリカの首相に就任し、白人労働者の権利を守り、黒人の権利を剥奪する法案を次々と立法していった。1959年には、 バントゥ自治促進法を制定し、国土を白人地域と黒人地域とに分け、黒人は民族ごとのバントゥスタンに属することとした。人口の大多数を占める黒人には、非常に小さく痩せた壁地しか与えられず、白人が国土の重要な部分を独占した。アパルトヘイトは1960年以降、分離発展と呼ばれるようになり、 白人と黒人とが分離してそれぞれ発展することを胸としていたが、実態は白人が黒人やカラードを差別し搾取するものでしかなかった。また、1952年に施行されたパス法をさらに強化した。これに対し、黒人の合法政党であるアフリカ民族会議とパンアフリカニスト会議の2党は批判を強めていった。 1960年3月21日、ANC と PAC のパス法抗議集会が暴動化し、シャープビル虐殺事件が発生。フルーウルトは政府軍を出してこれを鎮圧するとともに暴動の責任は ANC、PAC 両党にあるとしてこれを非合法化した。アパルトヘイトを強行する上で社会不安が進行したため、フルーウルト政権は 警察国家的な様相を強めた。1963年には政府は裁判なしに連続90日間の交流ができるようになり、1965年には出所したものを治安上の理由で交流することができる政府の権限が更新された。アパルトヘイトに対する強い反対は世界中から巻き起こった。 国際連合は1955年にアパルトヘイトを議題に取り上げ、以後南アフリカ共和国の国連参加は名ばかりとなった。1960年からはオリンピックへの参加も拒否されるようになった。シャープビル虐殺事件をきっかけに、急走四国であるイギリスからも強い批判を浴びると、フルールとは国民投票を実施して南アフリカ共和国を 英国女王の治める立憲君主制から大統領を原子とする共和制に政体を変更した。これに対しイギリス連邦加盟国から連邦参加に議義が提されると南アフリカ共和国は1961年にイギリス連邦を脱退した。一方でフルールとは強い反共主義者であり南アフリカを反共の砦と位置づけていた。 そのため冷戦下の西側諸国は南アフリカと経済関係を切ることができず、この時期南アフリカ経済は西側からの投資によって発展した。白人労働者の生活は向上し、議会も自由なままであった。そのため、白人有権者から強い支持を受けた国民党は議会選挙で勝利し続け、フルール党は1961年と1966年に、 首相に再選された。1966年9月6日、ケープタウンでの会員議会に参加した際、フルールとは白人の反アパルトヘイト主義者であるギリシア生まれの主演ディミトリオスザフェンダスに刺され、命を落とした。ありがとうございます。